始まってる？いやいや、そんなパーマしてへんな。撮影ですかこれ？撮影ですか？撮影です。やばい。奇跡の再会。やばいやばい。はい、というわけでね、今日は何があったか分かりませんし、今日はもう何月何日かも分かりませんが、お店の中が非常に YouTube には不適切な、BGM がですねうるさい状況でしたので、お店を出てから商店街を歩きながら、すいませんちょっと手元不如意で、ガチャガチャ揺れますが撮影しております。さて私の前を歩いてるのは誰でしょうか。とととととと、唐揚げ屋の前を通るイケメン、おお、こんにちは。100円パーキングのとこです。木村壮太先生コラボお願いします。木村壮太先生コラボお願いします。それからもう一人は、おお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 おっと、この間気を失って倒れた九大法学部4年生ね、入院していたっていうね。はい、倒れました。愛媛県出身。違う違う、何県出身やったっけ。岡山県出身。今日明かされたのは実は、動くなって、もう追いつかへんやけど彼はですね、なんと九州大学の、何でしたっけ。合気道部です。合気道部、はい、少林寺部じゃなくて合気道部の師匠をやっていた。師匠です。あの九州の学連の委員長。九州の学連の委員長ってそれもっと偉いんちゃうの。なんか九州全体を統括してるみたいなね。まあ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 、なんか、はい、すごいですよ。役職上はパッと見そんな感じ。はい、ではこれからですね、布団の天狗屋さんのスペースを借りて合気道の演武をやっていただきます。はい、先生受け身を。どんな感じ、受け身をね、はい、はいはい、どんな感じで、はいはい、なんかね、実はですね、皆さん信じられないと思いますが、私も東京大学の文化一類1年生の時に体育実技なんか選択できたんですけど、なぜか合気道を取りまして合気道を取りましてそれでね、合気道でこうなんかこうさって後ろに倒れるような受け身をやってた記憶がありますので。いやいや、私お前ね、こんなね、おっさんがこんなところで倒れたらね、でもね、なんか手をねこういう風にやるんですよね。はい、こうやってパッと後ろにこう倒れて、ああさすが、戻るような、そういう合気道を1年生の時にやった覚えがありますので。ではここで九州大学合気道部の一人じゃできないんですよ。あ、そうなの。もっと首相ちょっと荷物持ってあげて、でもとりあえずね。いやいやいや、はい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 、まあなんか一人でできそうな合気道やっていう感じの。はい、はい、お願いします。はい、でもちょっと先生手伝ってください。ほう、はい、でも俺撮影中やからな。はい、じゃあ、はい、こんな感じで、はい、先生に受け身を取ってもらいます。俺に受け身を。 俺だって服汚したくないから。はい、どうすればいいんですか。どうすればいいですか。じゃあちょっと、はいはい、関節技をかけます。関節技をかけられてます。はいはい、うん、こんな感じです。痛い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 よ。え、あ、それだ。あ、痛い、本当痛い。すいません。あ、結構後で来るね。そうですね。すごい、今の分かりました。何げ、もう一回やってもらいました。どういうものか分かったので。一応逆で、はい、危ない、何気ない感じなのに。はいはい、はい、危なくないように、危なくないように、リラックス、そうですよ、リラックス、リラックス、はい、リラックスして、はい、うん、うん、大丈夫、大丈夫、痛くないよ、はい、うん、大丈夫ですか。はい、はい、もうちょっと痛い痛い痛い言ってます。なるほど。でちゅうか、でもこれではちょっと合気道の魅力はわからないと思うんですよね。そのなんか、もともと合気道というのは襲われた時に身を守るものなのか、それとも相手を攻撃するためのものなのか、何なんですか合気道っていうのは。まあやられた時に確かになんか対応するものかもしれないですけど、まあ、合気道強い人は多分攻撃も強いと思います。結局、まあ、強い人は何やっても強い感じです。じゃあ夜道歩いてて、その一人でね、それで襲われた時に身を守るとか、はい、そういう護身術的なところもあるんですか合気道っていうのは。そうですね、まあ、じゃあそれちょっと実演してみましょう。はい、じゃあ俺が夜道を一人で歩いているので、はい、じゃあ自分が攻撃します。攻撃される。はい、1目
すいません、ちょっとやっぱり打ち合わせもなしには無理ですね。どういう感じで誰が加害者で誰が被害者かもわからない感じでやるのはちょっと無理がありました。一番平和かもしれない。はい、まあ、そういうわけでね、紅白のねめでたい布団屋さんの前で、生チューブで お送りしておりましたけれども、まあ、皆さんそろそろ年末になってきましたので良いお年をお迎えくださいということで、こんな感じでいいですかね。バッチリです。バッチリですか。はい、さすがです。じゃあこれから映ってますね。はい、まあ、ほんとね、紛争管理論ゼミのね、入江ゼミお願いします。入江ゼミの宣伝のためにいつも YouTube を作っておられる方とそれからあなたは何ゼミでしたっけ。江口ゼミです。江口ゼミですね。でもまあ少林寺部の方がやっぱり重要ですよね、宣伝的にはね。合気道部です。合気道部ね。合気道部今年たくさん入ったんですか、1年生は。今んとこ多分はい、5、6人ぐらいはもう入ってくる、はい、あ、それは結構なことです。結構なことです。はい、いらっしゃいます。まあ、やっぱりね、スポーツやるなら合気道ですよね。昨日は僕あのスポーツやるなら陸上や言うてましたけれどもねまあこれからはね、球大の体育会の中では陸上部とそれから合気道部、これをね推していきたいと思いますので、では皆さんおやすみなさい。ボンニュイ。